の木梨のね盆栽いろいろありますけど、その中でもねかなり美しい盆栽園というか、はい、田舎の盆栽園とは思えないちょっと綺麗な盆栽園さんがいやめちゃくちゃおしゃれな、まあ、これ盆栽中西珍勝園って書いてるんですけど、はい、まあローマ字ですけどね、漢字だったら珍しい松の園なんですけど、珍勝園って名前もね珍しい、うん、珍しい、パッと見たらこう盆栽の看板かなじゃないおしゃれガレージでこうと思ったらこっち見ますとね、あ、入り口もかなりおしゃれだね。ちょっと中入ってみましょう、はい、庭木がお出迎えしてめちゃくちゃおしゃれですよ。これすごいですよ、これ石の石だったらなんていうの、通っていうか、なんていうんですかね、日本庭学がないからわかんない、日本庭園みたいにちゃんとね盆栽飾りながらの庭園があっての、ね、ちゃんと水も出てちゃんとね石もすごい、あ、本当だ、逐一おしゃれなね僕もよくしてくれてる先輩の盆栽園さんなんですけど、はい、あ、はい、今、園主の中西さん、中西さん、こんにちは。こんにちは。はじめまして。お邪魔します。ちょっと園の紹介動画を撮らせていただければと思います。わかりました。はい。ようこそ。どうぞご自由に。なんか、はい、売りとかって。売りはね、まあ木梨、まあ高松地区はまあ松の生産地なんで、特にまあ黒松と五葉松とか。黒松。松類が多いですよね。あ、でうちは黒松の中のコトブキっていう品種も。たくさん育ててるんですけど、この辺りもコトブキになりますよね。もう黒松の仲間なんで手入れは一緒なんですけどね、葉っぱが短くてちょっと色の濃い深緑のしまった、これ全部伸びた状態なんですか。今目切りして弱いの2番目が伸びてきて、もうちょっとで止まるんちゃうんですかね。もうちょっと、はい、へ、説明ね、コトブキってそれやってましたけど、幹よく見てください、はい、一本一本、そうですね、結構すごいですよ幹が、結構古い。これね、ね、松類は時代が乗ってくるのかね、年数がかかりますから。はい。やっぱ本当黒松。ほぼほぼ黒松。ほぼ黒松。そうですね。へ、まあ松類が多いんじゃないですかね。なるほど。木梨はね。まあ目切りの時期は大変ですけど。大変ですよね、はい。こんだけあると。もう季節との戦いですよね。まあ皆さんそうだと思いますけどね。盆栽園の方、季節に追われながら。その中で季節が楽しめたらいいんですけど、その時間がなかなかないですよね。そうですよね木もさることながら、はい、やっぱおしゃれさに驚いてるんですけど。僕ですか。そうです、ありがとうございます。もちろんおしゃれさの真っ黒な真っ黒ですけど、あの木梨の盆栽の方は結構ひいじいちゃんとか代々やっとる方が多いんで、はい、うちでも5代目になるんですよね。5代目、はい、何年ですか。120〜130年になるんちゃうんですかね。でリフォームを一軒一家ってされたってことですか。こっちは前々から使用してたのをちょっとリフォームして、まあお客さんがゆっくり楽しめたり、まあ体験ができたり。あ、体験もやられてるんですか。はい、いう施設で作りましたよね、用意して。盆栽教室じゃなくて盆栽体験。そうですね。あ、結構よかったら中ちょっと入れない。コロナ前はね、結構外国の方も多かったんでなかなか持って帰るの大変ですよ。そうですよね。こう鑑賞していただいて体験もできたら。なるほど。っていう感じですよね。歴史も古くて、はい、でこのおしゃれさですよ。ね、こうやって最高じゃないですか。すごい戸締まりがいいでしょう。戸締まりがいい。あの中から開けないと今入ります。さすがセキュリティが。セキュリティがすごい。ちょっと待って、いろいろね昔からお付き合いさせてもらってますけど、かれこれ24、5年、はい、先輩にお世話になってますけど、本当にね素晴らしい。素晴らしい。うん、おしゃれな。おしゃれ。かっちょいい。どうぞ。これ。何ですか。おわ、すげえ。美術館みたいに。これあの香川県のまあ特産品で、ものづくりが結構、はい、漆とか。アジイシってお墓の石、まあ、アジイシって有名なんですけど、うん、それと盆栽がこの香川県の三大特産物みたいな感じ、はい、それをちょっと集めてみんなでチーム作ったんですけどね。チーム、あの匠雲って、その、うん、そのチームでここで体験をしてもらう施設になればなと思ってリフォームしたんですけどね。その方その方作家の方の作品を飾って、はい、まあ、鑑賞しながら体験をしていく。ですからここで陶芸もできますし、漆の体験もできますし、盆栽の体験もできる。ここおしゃれだし、外ここから見れる景色も、庭を眺めながら、ちょっと
はあ、ここでお気に入りポイント一つあるんですよ、はい、教えてください。ここでまあ体験しますよね、はい。まあ、その時間結構1時間半か2時間ぐらいあるんですけど、うん、はい、その間にね、伊豆の元に鳥が飛んでくるんです、はいはい、いろんな鳥が鳥、それが一つ楽しみ。なるほど。青い鳥、今イソヒヨドリがね結構内陸も入ってきたんで、青い綺麗なイソヒヨドリが飛んできたり、またまあ日頃の行いが悪い方はカラスが飛んできたりするんですけど、カラスの時もある。まあその青い鳥が来たらすごい幸せを運んできましたよって言ったら、もうお客さんがすごく、なるほど、喜ばれます。自然に鳥ともこう共生するというかね、自然を感じてほしいです。なるほど、はい。これは一般の人も参加できるんですか？あ、もちろん、はい。あ、本当ですか？もう国内の方でも地元の方でも予約、予約していただいて。ですか？電話とメールがありますね。電話とメールです。はい、概要欄に。そうですね、載せておきます。はい、ぜひ、はい、これはいいですよ。僕のトークもそうですね、はい、ついてますんで。だからなんかこっちの方旅行にした時のアクティビティみたいな感じでね。そうですね、そうですね、楽しめますよね、はい。いや、すごい。なんかこう共用の旅っていうのもね、すごくいいと思いますので、ぜひ楽しんでいただければ、はい、ありがとうございます、はい。ちょっと他にもまだ盆栽全然見てないので、じゃあ盆栽次見ましょう。これなんかもすごくないですか、これ。これ県外の黒松。いや、それこそことぶきなんて、これもともとことぶきじゃないですからね。全部黒松をこれについで、そうですね、枝を全部黒松の枝をことぶきに総特化、それを長い年月でここまで落ち着いた状態で、最初はやっぱ暴れちゃうっていう、まあ寝かずが落ち着くまではかなり時間かかる。10年20年、10年20年、はい、かかってますね、そんなかかるんですか。切りの時はね、口数減りますけどね。そうです、家族中で、家族中で、家族中で。なるほど、はい、ご家族で目切りを。そうですね、職人さんもおりますけど、まあ家族全員で目切りしながら。なるほど。もうほぼほぼじいちゃんとかね、そういう時代から預かっとるというか、引き継いどる木がほとんどですからね。そうですよね、はい、これすごいですね。うろんになってる。そうですね、面白いですよね。面白い。まあ作為で作ろうと思ってもなかなかできにくいですよね。この枝もがね、ね、不思議な、はい、模様着とかはスタンダードでいいですけど、うん、こういった多分素材の時には欠点かなと思うような木の方が、うん、なんか持ち込むと味があってね、すごく面白くなるんちゃうんですかね。不思議ですよね、樹形として。そうですよね、文人だけどなんか左右にあるから模様着のようなバランスなのかな、うん、とか。でも色もあって、この黒さで、まあ、枝にもこう皮が持ってくると時代が、ね、うん、ついてくるですから、落ち着きが出てくるっすよ ね、 すね。どのぐらい前にこれ全部終わったんですか、ね、工事というか。結構新しいですよね、まあ、棚はもうだいぶなりますよ。棚は結構前、もう20年ぐらい、15年かそのぐらいになるんですよね。コンクリ、コンクリですか、これは。あれちゃうんですか、建材の壁の素材じゃないですかね。まあ、虫も湧きにくいし、やっぱりまあ木の方がね、鉢には優しいかもしれないですけど、やっぱりこう腐りも出てきますし ね、うん、でもまあ問題なくってことですよね。そうですよね。熱がそんな上がんないってことなんですか、ね、熱はそうですね、これ中空洞なんですよ。あー、なるほど、はい、面白い。まあ、多少空気が抜けながら。勉強になる、勉強になる。も盆栽やんないと思いますけどね、自分で家建てた時に盆栽棚作る時おしゃれにしたいっていう。そうですね、そうですね。そんな時が来るかわかんないですけど、でもやっぱり木に乗せた方が雰囲気はね、まあそうですよね、出ますけどね。どうしても維持と管理が難しくなるんですよね、うん、木もいいけどこの下がかっこいいんだよ。おしゃれだな。赤松もね、こういったなんかストックがない方がいろいろ面白いですね。なるほど。この自然のもいいし。そうやな、そう言われたらこう、そうやの。針金かけたらなんか赤松硬さが出てしまうよな、うん。え、俺と龍二君は喋ってんや。大丈夫です。おる方。自由で。あ、なるほど。先輩の北谷さんです。先輩の北谷さん。とんでもないです、大先輩の中西さんです。見た目が先輩の北谷さん。商品年齢だけ先輩です。いや、もうこういうのどう思うんだろう、海外の人みたいな。
いやーこのやっぱり今のこの夕日とね、ちょうどね、いい感じですね。これ、キリンに見えるでしょ、これ。キリン、あー、キリンに見えます。ここだけなんかすごい、やっぱ枝がついてるから。そうですね、ちょっとなんかストレスがあったんやね。うん、面白い。ここからちょうど荒れちゃうんですかね、フルバーがまた落ちてくるよ。フルバーとまた全体変わるよな。そうですね、まあ、フルバーと新バーが混ざっとる。まあ、松といえばね、やっぱ寒い時期が一番。うん、心拍もすごいのありますね。心拍ね、心拍少ないけど何本かありますけどね。これすごいですね。この間台風でね、ちょっと養生してるんですけど。ああ、なるほど。もう台風困るっすよね。こっちは強いっすか、台風。強いですよ、やっぱり。この間のはだいぶビビらされたな。そうね、なんか過去最強って言ってて、うん、すごかったですか。ただまあ県外の方の情報聞いてたら、そこよりかはマシかなという。こういったね、遊び心のある木も面白いですけどね。そうですね、年末ですけど。この右の放送だと、この文人っぽい感じ。ここは赤ですけどね。こっちですよ。こっちはことぶきですね。ですよね。そうそう、なんかこの感じで。ああ、雰囲気がね。雰囲気がね、なかなか珍しい。多分元山鳥の木でしょうね。なるほど。ああ、あれめっちゃ年寄りでしたね。見ました。あっちも結構あるの、あっち。じゃあちょっと見ません。案内人が変わりました。病的なやつだね。わやなとこよくやる。あ、そうなんですか。あ、引きぐらいでの、ね、こっちも、いや、あの商品とかってあんまないんですか。商品はうちは少ないですね。あ、そうなんです。木梨全体的に少ないかな。体験の時はそれ4人じゃ用意する。そうです。あ、なるほど、はい、なんかここと同じぐらい本宅の方にありますよ。もうあるかな、量的にはね。あ、これもすごいですよ。そうです。そうです。てか、すごい、めちゃくちゃすごいじゃないですか、この辺。そうです。これを今スルーしようとしてましたからね、中に。すごいんですよ。あららららら、ら、あ、すごい。小屋も年数古いですよ。単に木の古さじゃなくて、あの鉢に入って古いんで、落ち着きがすごいですね。龍二君、ええこと言うてくれるな。生2杯。生2杯、やった。これさっき言ってた、そのことぶきの、そのすごい手間のかかったことぶきですからね。すごいなこれ。本当にずっとやんなきゃ終わんないです ね。ちなみにこっちは売り物なんですか。売り物やけど、まあ待機しとるみたいな状態ですけどね。なるほど。基本的にはじゃあ向こうのやつは買えるんってことですか。そうですね。すげえ、はい、これでも盆栽級見て、はい、遊びに行こうと思って行っても買える値段じゃなさそう。いやいや、ありますよそれ。ピンからピン、キリキリぐらい。あの初心者の人が買えるようなものとか、はい、ちょっと見せてもらったりとか。全部このクラスのイメージが。いやまあこの辺りの黒松とかね、ちょっとお値段とかよかったらどれぐらいとかって。これでも結構高いんじゃないですか。これででも7万ぐらいですか。7万で、まあ、そうなんです。初心者、まあ初心者の方にはね、なかなかですけど。でもこれすごい年数と手間暇から考えるとね、かっこいいかな。必ずって顔を買うみたいなやつ。まあこういったサイズもありますしね。あ、でも立派。こんなの1個ね、家にあっていじってたらいいですね。いいですね。いいボリューム感だと思います、ね、ボリューム感。畑にね、植えて、もう畑に這いつくばってね、手入れしてものになってきたら、やっと鉢に上がって、そこからまた針金かけたり、まあ、目切りを繰り返して、やっと皆さんにお渡しできるぐらいの形になっていくっていう。なるほど。ご用は何かあるんですか。そのこれは、まあ、世の中でいう銀八つかな、銀八つ房御用、宮島とも言おうかな。宮島御用松言ったりね、たまになんか大阪松っていう人も。まあでも銀八つ房御用っていうのがまあ名前ですかね。これは次で増やしてますね。ですから発祥がええんですよね。あんまり狂いがないし、やっぱり御用どうしてもね、管理が水が多かったり、肥料とかでね、葉が動きやすいんで、これはほぼほぼやっぱり育てやすいっていうのが一番の特徴だと思います。ですから、まあ始めたか初心者の方でも、愛好家で長い方でも、まあ長く持ちやすいですよね。やっぱりね、どうしても盆栽やりだしたらやっぱ自分で管理して、自分の時間とともに楽しんでもらいたいですから、やっぱこう管理しやすい樹種が
いいと思いますよね。確かにそうですね、はい、年の夏はいっぱい枯らしました。あ特に御用はね、御用僕らも水かけが多いからね、どうしても御用は難しいですけど、うん、この銀圧はねもう強いし、強い、歯が狂いにくいしね、管理はしやすいと思います、非常に。というわけで、はい、絵の方をあの見させていただきました。でこれ動画見て多分来たいって方結構多いと思うんですけども、なんかそういう方たちになんかメッセージとかあれば。そうですね、ぜひ産地というか、うん、この地で種をまいてクロマツ育ててますんで、また畑を見てもらったり、この棚場を見てもらったり、両方鑑賞してくれたら楽しみが2倍になると思うんで、ぜひ、うん、なるほど、そういった楽しみ方も踏まえて来ていただいたらなと思いますよね。はい、畑もあるんですか？畑もあります。あれ多分木梨中のみんな畑もう10倍ぐらい木が植わってますから、はい、観光とかで体験したい人は、まあ、お電話かメールでお問い合わせください。そうですね、あの問い合わせしていただいて、予約していただいたらいろんな文化が体験できると思うので、うん、ぜひ連絡いただければ。わかりました、はい、じゃあ今日は、まあ、結構日本でもトップクラスにおしゃれな盆栽園に。僕がですか？そうです、そうです。はい、おしゃれなところに来れてとても楽しかったです。いえいえ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい。